超短分裂組織中と超分裂組織のが良いない、絶えず、表皮と表皮下層は外衣と呼ばれ、内側の L3 層は内、体と呼ばれている。L1 と L2 層は、死で層分裂を繰り返し層を維持するのに対して、L3 層はランダムに分裂を繰り返し、分裂し、押し出された細胞は時間経過で分化する。分裂組織、またはメリステムとは、 植物で未分化な細胞からなり、細胞分裂を活発に行っている組織のことである。中心に分裂の指示を出す、生死中心という細胞を持ち、その周囲に指示を受けて分裂する幹細胞が取り囲んでいる。分裂した細胞は、生死中心から指示が出れば分裂するが、生死中心から離れて指示が受け取れない状態になると分裂をせず、 植物を構成する細胞に分化する。茎、根などに存在し、植物を成長させる働きを持つ、縦方向の成長と分化に関係する、長短分裂組織と、横方向の成長に関係する形成層などの構成分裂組織の2種類に分けられる。茎側にある、長短分裂組織は、形状分裂組織ので、新しい組織、器官を形成するには分裂組織が必要である。 分裂組織細胞は、機能的には、動物の幹細胞に相当するが、動物の幹細胞は独立の組織を形成しないという点で異なる。細胞は一般に小さく、原形質に満たされている。プラスチドも分化していない。また、細胞間劇もなく詰まっており、細胞壁も薄い。1858年、植物学者、カール・ネーゲリの著書、バイトリガツア・ウィスンシャフトリカンベタニックで、 初めて使用された、ギリシャ語で分裂するを意味するメリゼンから来た言葉である、第3節植物の栄養器官、植物の三層構造の観察分裂組織根の先端で細胞増殖の鍵を握る。 遺伝子を発見 h t t p w w w n a g o i a u a c j p a b o u t n u p u b l i c r e e l t i o n f r r e x e a r c h i n f o アップロードイメージ図2010827 アグは PDF 植物の根の成長を支える新しいホルモンの発見植物の発生成長と超短分裂組織分裂組織ゴロン、エスロプラントパターニングストラクチュアルマレキアラージェナティックアスペクツワールドサイエンティフィックパブリッシングカンパニー P333ISBN 9条7898億1270万4085ありがとうございます